アレクサンドル・ボルコフは、ロシア帝国からフランスに亡命した、映画監督、俳優、脚本家である。イタリアでは、アレッサンドロ・ボルコフとクレジットされた。ペーター・セルギー。1885年12月27日、ロシア帝国のモスクワに生まれる。1913年、モスクワに拠点を置く、映画会社ティマンラインハルトが制作するヤーコフ。 プロタザノフ監督の短編映画に出演し始め、同年、ボルコフも同様に短編映画を監督し始める。ヨシフ・エルモリエフのエルモリエフ紹介では、1917年、ヤーコフ・プロタザノフと共同で、イワン・モジューヒンが主演した、ペーター・セルギーを監督、同作は1925年に日本でも公開された。1920年、 プロデューサーのヨシフ・エルモリエフ、俳優のイワン・モジュー・ヒンラと共にフランスに移住、亡命した。パリ郊外のセーヌ・サンドニ県モントルイユに拠点を移したエルモリエフの下で映画を監督する。1927年、ナポレオンでアベル・ガンスの助監督を務める。1928年、ドイツの映画会社ウーファで東洋の秘密を監督している。1936年、 ドイツでトーキー・スト・ジェンカ・ラシンを監督した後はしばらく映画界を離れる。1941年、イタリアの映画会社キタヌスが制作した、ルイザ・フェリーダ主演のトーキー・アモーレイ・イン・パー・ヤレイを監督して復帰するが、これが最後の監督作となった。1942年5月22日、イタリアのローマで死去した、万五十六歳没。特筆以外すべて監督作である。 1910年代のロシア帝国時代にロシア語台が不明なものがある。ありがとうございます。